どうも、尾形千恵里担当プロデューヌのテクダンと申します。はい、9月の8日に進撃第17話が公開されたので、こちらを見ていきたいと思います。はい、ここのね、左の画面を見ると、サイハンとユキミちゃんとシュコちゃんがね、3人いるんですけれども、この右のサムネイル見る感じやと、シュコちゃんがメインの話になるんかな、ということで見ていきましょう。シンデレラガールズ劇場。バカされないように注意して。シュコちゃんメインっぽいね。知らなかった。実はそうなんよ。何の話？京都のお話どうすか？そうなん？シュコにいろいろ教えてもらってた。いろいろとは？まったりやね。雪見は気ぃつけや。このお姉ちゃんたまに嘘を教えるさかい。そん時は狐の耳がニュッと出るさかい。よう見とくんやで。狐耳のシュウコちゃんが見れる？狐の耳生える？生えないよ。そんなこと言うおさえはんの方が、怒ったら角生えてくるから気ぃつけてよ。おに。またそないなこと。さえ、角生える？あ、生えまへん。キツネ耳が、角生える？かわいい。生えまへん。じゃあ耳は？ピクピク。耳も生えま、あ、出てしまった。かわいい。一応これがテーマソングなんやね。ソロ曲が出るのは1話だけなんやね。これ今月かな、今月のアタポンかな。これこの曲が今月のアタポンに来るに500ジュエルかけます。どうやってかけるんやろ。もし当たったら、みんなは私に500ジュエルください。もし外れたら、私は500ジュエル分のガシャを引きます。はい、ということで、第17話見ていきましたが、いかがでしたでしょうか？いや、なんかまったり組やったね。羽衣小町に、ゆきみちゃんっていう、まったり組で、なんか、ね、ふわーんとした気分になったね。癒された。はい、ということで、今回はこのあたりで終了したいと思います。もしよろしければ、画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それでは、ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でしたー。